はい、こんにちは、スワクタカと申します。今回はですね、明日の三次元フェスから使われるこの融合の部分ですね。融合次元で使うこの融合デッキ、キマイラを紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、メインデッキ40枚、エクストラデッキ15枚です。早速なんですが、メインデッキのね、中身から紹介していきたいと思います。モンスターから。サイフレームドライバー1枚、エフェクトベーラー2枚、サイフレームギアガンマが2枚、ハルウララが3枚、屋敷わらしが1枚、エッジインプチェーンが2枚、アルバスの楽園が1枚、幻想の王ガゼルが3枚、コーンフィールドコアドルが3枚、ミラーソードナイトが3枚、大翼のバーメットが3枚、そしてエンドオブアヌビスが1枚、で、魔法カード、融合が2枚、パッチワークが2枚、楽園融合1枚、超融合2枚、墓の指名者2枚、抹殺の指名者1枚、キマイラフュージョン3枚、魔法が以上でトラップカード、無限法要が2枚、以上です。次にエクストラデッキ。沼地のドラゴン1枚、共鳴の翼ガルーラ1枚、幻獣王キマイラ2枚、幻獣魔王バフメット2枚、スターベンフュージョンドラゴン1枚、ドラゴスタペリア1枚、アルビオン1枚、ミラジェイト1枚、ルベリオン1枚、リンドブルグ1枚、マグナズマリリーパー1枚、ガーディアンキマイラが2枚、以上です。はい。ですね、融合次元で使うこのキマイラなんですが、ぶっちゃけランク場とそこまで変わりがないんですよね。融合を主体にするというのはもう変わってないですし、で、リンクモンスターが使えないというのはあるんですけど、そもそもこのデッキリンクモンスターって保険の意味でしか入れてないですから、アナコンダとか含めて。なんで、全然問題ないです。ただ、禁止カードになったものがあって、まあ、増殖する G と、その他の、そうですね、結界像か。結界像が禁止になってます。なので、代わりにこのカード、エンドオブアヌビスを入れてみました。このエンドオブアヌビス、星6悪魔族効果攻撃力2500なんですが、効果ですね。このカードがフィールド上に表側表示で存在する限り、墓地のカードを対象とする魔法トラップモンスター効果及び墓地で発動する魔法トラップモンスターの効果すべて無効化されるという、生きたネクロバレーみたいな感じなんですね。で、これが何が相性がいいかというと、悪魔族なので、はい、皆さんご存知ですね。こちらの幻獣をキマイラで蘇生することができます。3の効果ですね。相手ターンに墓地のこのカードを除外し、自分の墓地の獣族、悪魔族、幻想魔族モンスター1体を特殊召喚するという効果。で、まあ、分かっている通り、幻獣魔王バフメットの効果で落とすことができるので、で、今までだったら、まあ、死因の結界像、闇の結界像を落として、相手のね、闇属性以外 SS させないよっていうことだったんですけど、今回禁止なので、このカードを採用してみたんですが、ていうかこれ、ランクまでも使えるだろうっていうくらい、ぶっちぎりで強いです。めちゃくちゃ強い。何に対して強いのかというと、やはり融合フェスなので、多いであろう、楽園、そしてティアラメンツにぶっ刺されます。楽園は、まあまあ、そうですね。楽園融合から動いてね、攻撃力3000になっちゃうんで、乗り越えられる可能性はあるんですけど、ティアラメンツに対して、このカード1枚で積むだろうっていう次元でめちゃくちゃ強いです。はい。このカードがある限り、相手は墓地融合できません。で、墓地で効果発動して、サーチする効果も使えません。はい。めっちゃ強いっす、これ。本当に強い。だネクロバレーより強いんですね。言うたらこのカード。ただまあ、守備力が0なのと、攻撃力2500がちょっと頼りないかなっていうぐらいなんですが、まあそれでもね、十分、一回出して無効にできればそれだけで圧殺できるだろうっていうぐらいのポテンシャルは秘めてると思います。まあただ弱点としましては、こっちも墓地効果使うので、こっちも無効化されてしまうので、そこが注意かなっていう点です。まあ蘇生した、相手ターンで蘇生したら、もう自分の手札って多分、こちらね、大翼のバフメットの効果とかでサーチしたりして、めっちゃ超えてると思うんで、正直墓地効果使わなくても、次の段圧殺できるぐらいの反動にはなってると思います。もしこれで止めれたらね。はい。それじゃ以上です。じゃあ、ちょっとだけ、ルームマッチでね、融合次元の、リミットレギュレーションでやってみたので、その、対戦内容だけ見せて終わりにしましょう。どうぞ。はい、それではですね、やっていきたいと思います。今回はルームマッチでね、撮ったやつです。フェスティバル用のね、リミットレギュレーションで。今回、キマイラなんですが、もう、いつもと同じというか、ランクまでやってるのと変わりません。最初のね、展開は。あそこに、まあ、先ほど言った、エンドオブアヌビスを出すという形でですね、今ね、ちょうどね、おあつらい向きにティアラメンツのね、使っている方とルームマッチさせていただいたんですけども、このエンドオブアヌビスがいかに強いかをね、ティアラメンツ相手にほんと無双できます。絶対融合のね、フェスだと増えると思うので、ティアラメンツ。もういつも通りですね、ミラーソードナイトから大翼のバフォーメットとガーディアン、ね、キマイラフュージョン手札に加えてキマイラフュージョン発動。で、幻獣をキマイラで1判です、確定ですね。
で、現状ガゼルの効果、バフォメットの効果で墓地のミラーソードナイトを特殊召喚、ミラーソードナイトを手札に加えます。で、キマイラフュージョンを回収。で、融合を発動。で、現状キマイラと、ミラーソードナイトで、現状魔王バフォメット。バフォメットの効果でエンドオブアヌビスを送ります。はい、これですね。もうこのカードがティアラメンツにとってめちゃめちゃ強い。うん、先ほどもね、説明したとは思うんですが。で、ハンデスで沼地落ちましたけど、まあまあ問題ないですね。何がね、強いのかと言いますと、このエンドオブアドリス。融合を防げるというだけではなくて、墓地の効果も対象にするじゃないですか。それも無効にできるんですよ。墓穴の指名者とかも無効にできるんですよ。こいつ自身を除外されたらきついんですけどね。ティアクシャー。で、スクリーム。で、まずは、ミラーソードナイトの効果で融合素材増やして、融合破片。この融合破片も何打ってくるか分からなかったので、もしかしたらね、楽印とか踏む可能性もあった。アルバスの楽印とか踏む可能性があったので、アルバスの楽印だったらガーディアンキマイラで破壊しなきゃならなかったので。で、チェーンでキマイラフュージョンを打ちます。ね。これでアルバスが出たとしても、逆順チェーン処理でガーディアンキマイラで破壊できるので。で、はい。メインハートですね。で、レイのハート効果、スクリーム効果。で、ガーディアンキマイラ効果、パフメット効果、ガゼル効果。で、召喚。まあ、別にこれ、コアドルじゃなくていいですけどね。はい、で、ティアラミツハフニスト効果が発動したので、チェーンで、墓地のね、幻獣をキマイラの効果でエンドオブアヌビスを出して、ほぼ積みですね。まあ、もちろんティアクシャがいるんで、こいつ除外すれば、こいつの効果で除外すれば出てくるんですけどね。出てくれば、まあ、ペルレイの攻撃力アップで殴られるんですけど、それでもね、攻撃は行ったし、ここを止めれば、ほとんど何もできないですから、スクリームの効果は無効になるんで。で、エンドビアネス蘇生して、勝利ですね。で、これで、スクリームの効果は無効になるし、ハフニスの効果は無効になると。で、ティアラメンツクシャドリラが出てきて、エンドブアネビス破壊されたとしても、もう相手何もすることできないんで、リンク召喚とかできないですから。で、それで勝利です。はい。強いっしょ。エンドオブアヌビス。いや、マジこいつ強いわ。もう無双できる。まあ自分にもぶっ刺さるっていう点がありますけどね。まあただ、もうその頃にはもうこんだけ手札ありますから、見ての通り。6枚手札あるんで、圧殺できると思います。墓地効果使わなくても。ターンが返ってくればね。はい、2戦目です。でですね、これ別に、アヌビスを使えなかったとしても、これかなり誘発を入れやすいデッキなので、好みの誘発入れたらかなりね、戦えるんですよ、高校からでも。で、まくり性能高いですから、キマイラ自身が。ガーディアンキマイラとかね、融合から動いてガーディアンキマイラとか出して、伏せカードにも強いですし。で、相手ダイノルフィアなんですけど、ここのね、ダイノルフィアフレンズとかにウララとか打ったりしますし、で、ここら辺のね、攻撃力もそこそこ高いんでね。まあ、相手ライフ減ってきたら次のターンアルバスから動いて別にやってもいいですし、このウララね。これがまあ、勝手にライフ減らしてくれる相手は結構楽だったりします。言っとくけど。どう？まずは、パッチワークで手札に加えます。まあこれで神栓ないことはほぼ分かったので。で無限包容。まあ全然問題ないですね、これね。で、融合発動。ここでガーディアンキマイラ出したら、プルートとかでもどうせね、発動できなくなったりしますし。別にここ破壊されても問題ありません。手札からいけるんで。で、ガルーラ出して、墓地のね、バフォメットの効果でモンスター蘇生して。まあ、相手ライフ攻めんですけど。ミラーコードナイトを独自召喚ということになったら、ね、ミラーコードナイトバトルフェイスでも打てるんで、さらにライフを削ることができる。まあ、墓穴オールで打たれましたけれども。チェーン処理の順番で変えられるんですね。はい、ありがとうございました。はい、じゃあラスト。もうね、汎用カードと誘発さえあれ勝てるということです。てか、超融合めっちゃ強いです。このデート、今、ていうかこの融合フェス、超融合最強です。まあみんなわかってると思いますけどね。まあ、
ず、でもね、相手から使われると鬱陶しいなって部分はあるんですけど、まあこのデッキの場合にキマイラフュージョンがあるんで、たとえ自分にフィールドが空になったとしても、融合は用意できる感はあるね。で、こんなね、どうしようもないようなハンドでもね、一応融合できるんですよ、一応。ライフは取れないけどな。ライフは取れませんけどね、これね。素引きでね、エッチインプチェーン引いてたら、多分ライフ取れてたと思うけど。で、マスクチェンジ、じゃあチェーンで超融合、いただきます。もう、まあ待ってもよかったですけどね。ダークロー出てきてから出てきたモンスターとで融合でもよかったですけどね。で、ドラゴスタペリ。あ、で、墓地に送られたガルラの効果でワンドロー。誘発なんか引ければ強いですね。ここでゾウジーとかウララ引けたらかなりでかい。はい、はい、ベーラ引きました。強っ。はい、強い。クソ強い。もう誘発以外かな。で、ドラゴスタペリア効果で、はい。パリスの効果を無効にして、ザ・エンドですね。ちょうど2700戦力で1000超えてるんで、あ、自爆してきました。はい、対戦ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。いや、エンドウナディス、かっこいいね。てかこれ、子供の頃好きだったんだよね、このカード。子供の頃なんか知らんけど、どんなデッキにでも入れてた気がする。これ、縁日かなんかでな、なんか当てた記憶があるんですよね。これだけ当たってさ、なんか友達に見せびらかしてた記憶があるわ。なんかタックフォースとかでもとりあえずこれ入れてるみたいなことしてた気がする。まあ当時ね、そんなに墓地の効果が強くなかったから、あんまり刺さらなかったけど。はい、以上です。明日からのね、イベント、楽しみですね。めっちゃだー。この融合次元はすごい楽しみです。シャドウルとかも使ってみようかなと思ったんですけど、もう想像以上にキマイラが楽しかったんで、ちょっとこれで走ってみようかなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。それでは皆さんフェス頑張ってください。いや、お互い頑張りましょう。それでは、バイバイ。